三能神社。三能神社は、長崎県長崎市坂本に鎮座する神社。孫社であった三能神社、日吉神社と、県社の皇太子神宮とが合併、皇太子宮側に合祀して創始された社で、浦上皇大神宮、浦下、未皇太子神宮とも称され、また三能日吉神社とも呼ばれる。長崎市への原子爆弾投下において、鎮座地が、 爆心地から約800メートルの地点に位置したために、被爆し、その後を残す一本柱鳥居や、熱戦により裸同然となりながらも豊かな緑を取り戻した楠の木で有名。アマテラス・豊受姫の神、大山杭神、大物主神の与柱を中央に、左座に、イザナギの神、高見結び神、雨のノミナの神、神結びの神、大都市神。 共通主神を、右座に喧嘩めずち神、み、三代五代孔お孫神、歴代天皇を祀る。上記の中、大山杭神、大物主神、大都市神の御柱は、旧三王神社の主祭神。1638年、寛永十五年、島原の乱の鎮圧のため長崎に赴いた、松平信綱が、浦上街道、長崎街道の脇道沿いの地を通りがかった際、 その景色が、大江の比叡山に似ており、地名も比叡山の鎮守である、山王権元、玄比吉大社の鎮座地坂本、元守賀県を移し、坂本と共通することから、山王権元の感情を思い立ち、長崎大館の末継ぐ平蔵と図って、山王神社として創始されと伝わる。当初の鎮座地は、 原社地の近くであったと思われるが不明で、一説に北北西に1キロほど隔たった丘町付近であったとも言う。その後1648年、慶安元年に長崎寺町の延命寺の会期である、流泉により、山老権現を本尊とする白岩山観の人、延福寺と交する新義新言宗の寺院となるとともに、延命寺の末寺とされ、命寺自体は、 京都仁和寺を本寺としていた、1652年、上元年に、神座地が、墳墓に近いという理由で、延明寺二代目住職の卒閣が、現社地に遷座、以降江戸時代を通じて、寺院としての歴史を歩む。1868年、明治元年神仏判前令を受け、延福寺を廃して、神社となり、日吉神社と改称、その後尊者に列した。 浦上村、浦上川流域の諸村の総称、現長崎市中部のキリシタンへ改修を促す宗教対策の一環として、1868年に長崎裁判所総督の沢信義の県議により、翌2年3月に現、山里小学校の地に伊勢神宮三県を誕生して、広大神宮として創始され、同年7月に県社に列した。 当初春秋の祭礼や修築等は、完費で行われることとされていたが、1872年、明治5年に完費の支弁が停止され、うじことされたキリシタンたちも、帰郷や改修を拒否して関与しなかったために、神社の維持経営は困難になり、同年8月に、台風で大被害を受けると再建も、ままならず衰退を余儀なくされた。1881年、 明治十四年六月、長崎県令、内見忠勝が永続の見込みなしとた神社との合併を命じたため、孫社日吉神社の氏子と協議の末、同年一月八日に日吉神社の地に先座して、日吉神社を合祀し、広大神宮の社号で再出発することとなった。1945年、昭和二十年八月九日に、アメリカ軍の原子爆弾。 原爆投下により社殿は元より由来書や宝物等も消失している。霊祭は10月17日で、浦上くんちが奉納される。浦上くんちは、浦上九日とも書き、元来は、山王神社の祭典として、明治会歴以前は9月18日に行われていた。また、山王神社は古くは3月18日に、山王祭を行っていた。 本殿は、桁行き三軒、張間二軒の新名作り風、切り妻作りで、屋根道万武器。神社の二の鳥居は、原爆の爆風により片方の柱が吹き飛んだ状態で立っており、東海部分も、山道脇に現存、現存する原爆の被爆建造物となっている。原爆投下により周辺は焼け野原になり、四機あった鳥居も一の鳥居と二の鳥居を残して倒壊したが、 一の鳥居は無傷で、二の鳥居は、爆心から遠い片方の柱と爆風によりねじれて、角度がわずかに変わ高たか採取の半分を残して立っていた。その後の調査等により、両鳥居は爆風の向きと並行して立っていたために全開を免れたと言われているが、1962年、昭和37年に一の鳥居も交通事故により倒し、 跡地に案内板が設置されるのみとなった。また、三の鳥居は倒壊した柱の一部が、地元自治会により、坂本町民原子爆弾巡難の日として残され、毎年8月9日早朝に、慰霊祭が行われている。なお、倒壊後の一の鳥居に関しては、1993年、平成5年に、被爆者団体が一の鳥居の復元を、 長崎市に鎮情したものの実現していない。現在、旧二の鳥居は鳥居としての役割を果たすとともに当神社唯一の被爆以降の意味も果たしている。なお、公式名称は一本柱鳥居であるが、地元では片足鳥居という名称で浸透していい。三能神社の境内入り口に南北に向かい合って立つ二本のクスノキ。南側は強行密集8メートル。 北側は、同6メートルほどで、樹高は共に20メートル前後、樹齢は、それぞれ400年から500年と見られる。1996年点。両機とも原爆の爆風により、上部が欠損したため、幹周に比べると樹高が低い。熱線により幹肌を焼かれ後も確認できる。原爆により枝葉は失われ、幹も焼かれ黒焦げ銅然となった。被爆後に、 写真家の林修雄やアメリカ戦略爆撃調査団が撮影した写真ともに長崎原爆資料館所像では立ち枯れているがやがて樹勢を盛り返しそれぞれ大小の染み木から枝を張り出して東西四十メートル南北二十五メートルに及ぶ樹幹を形成し今日でも豊かな緑をたたいている山郎神社ではその生命力にあやかったオークス守ると称する腰を出している 1995年、平成7年の調査で、オークスが原爆炸裂により生じた、光線量の放射線で突然変異を起こしていたことが、明らかになった。2006年、平成18年の台風13号により映画が折れた、ために、樹木医による治療を受けたが、その際に、幹の中に、新たな空洞が見つかり、道内から、被爆当時のものと見られる表面が焼けたいし、や、 瓦礫などが使った。巨樹としての他現場区域残りの樹木としての意義も、深いと1969年、昭和44年に、山王神社のオークスとして、長崎市の天然記念物に指定され、境内を通る風で起こるその葉音も1996年、平成8に、山王神社被爆のクスノキの木として、環境省の日本の音風景百選に選ばれている。また、 長崎原爆資料館や学生サークル、市民団体、地元小学校等がその趣旨から育てた被爆クスノキニセヨ平和の象徴として国内外に送る活動を行っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。